はい、超駅太郎です。何かね、すごい、いろんなことが絡む事件。えー、藤田琴留さん、占い師。天才占い師って、天才、少女の時から天才占い師として。まあ、で、まあ今もう映っている、あの、動画過去で言動で喋っていることをちょっと見ましたけど、まあ全てにおいて罰ですね。はい。だけども、その、 インチキだと思いますよ。だってイ、インチキだもん、それ。うん。それに対して正解、財界の人たちも振り回されてて。うん、どっちがそうせん。丸ってこれつけちゃったの。うん。やっぱりそうなったって。いや、勘が当たってるだけで。うん。だからってどうなんだって話じゃないんですよ。だから当時はその程度で金儲けができたんですね。恐ろしい時代です。今だったら全部アウトです。うん。ね。 そういう意味では。で、結局、トラブルがあって、まあ、日本にいられないような状況になったんでしょうか。ハワイに親子とももに行って、結局、えー、射殺されると。ただ、射殺した犯人は無罪を主張しているわけです。で、終身刑になってるんです。終身刑になって、ハワイ、ハワイ、ホノルルの刑務所で、週刊中、もう29年入って29年です。ねえー、同室の男に、 死殺されたと。若い、また20代か30代かの男に殺されたと。まあ、あの、私交流がある法民ーーさんですね。井上啓んのお話だと、アメリカの刑務所は殺されるよって。<laughs> いや、殺されるんです。はい。ちょっとのことで、本当に、ボッコボコにされたら殺されちゃうんです。それがアメリカの刑務所です。 で、殺した奴はそこからまた罪が増えるんでしょうけど、そういうことは平気で行われる。だから、行く刑務所によっては大変なことになっちゃうよ。命の保証がないっていうのが、そういうことなんです。まあ、アメリカという国はそれを容認しているんでしょうね。というか、まあ、そこまで手が回らないっていうのが現状なんだと思います。その犯罪者に対して、管理が。 まあ本当はそんな恐ろしいことなんですけど、ね、日本はそんなことは、まあ100%ないですから、はい。まあそこ行くとやっぱり日本の治安の方が日本、日本の民度の方が高いのかなというふうに思いますが、ね、話は変わります。で、えー、まあ無残にも親子ともども、ね、一生だよね時系列は違うだけ殺されたって二人の子殺人なんで終身刑ということだったんですが、もうあの若い時の映像がありますけど、やっぱり29年も経つとね、 まあ様相が変わってしまうねっていうことなんですね。うん。もう、すごい占い師だっていうことなんだけど <laughs>、うん、うインチキ臭い。やっぱり、どうなんだろう。結局私どもの年代の占い師の人っていうインチキのね、私は占いをやってる人が全員インチキとは言ってません。はい。 あの、きちんとされてる方もい、いますし、交流がある人もいるんで、はい。うん。そういう人は、頼んでもないのに、私のこと裏になってきません。<laughs> うん。あの、ちゃんとした人は、ある、あるいはこういうこと気をつけてくださいよって言ってくださる方はいます。体に、ちょっと今、あの、こういう周りが良くないからっていうことは、うん。ね。そんなお金なんだよ。請求されたこともない。 ちゃんとしてる人がいるんです。その、霊感的なこと、そういう人たちを、私は知り合いにいますけど、全然違います。で、良くも悪くも、藤田琴止さんの、を影響されてる、私ぐらいの年代の人が多いのかな最近もなんか、ね、スピリチュアルでいろんなこと言ってて、もうやめちゃったりって、ケンケンのやつ見てるとすごいですね。うん。 あの、ケンケンに藤田コトさんの人相学を、ね、感想学か。感想学をね、見て。もう、インチキ臭い顔してるんですよ、もう。本当に。いや、あの、あの、じゃあ、当時はあのメイクで、あの雰囲気で、なんか通ったのかもしれないけど、今だったら完全にもう、うさんくさすぎて、もう、ね私でもわかるわ。この人の言うことは信じちゃいけない。まあ、信頼したの悪口は言っちゃいけないけど。 うん、だって、そうじゃん。その、占えるんなら、息子の死も自分の死も、ね、分かったんじゃないのと。要は、思いつきでハワイに、ホノルルに行ったって言ってるんですよ。なかなか行動は人を動かせないの。でも私はできる人なの。だからハワイなんか行くから殺されるんでしょって話なんで。ね。あのー、 犯人は、英語が、まあ、あの、ある程度喋れたんで、喋れるんで、在住の人間なのかなホノルル在住の人間なのかなね、うん、暗い顔した男ですわ。ねで、殺されちゃった。ねえ、うん。30年前か。30年前って28か。そうか。知らないか、俺。 刑務所にいるもん、その時。だから、この事件のこと全然記憶にないんですよ。28ぐらいだと、多分刑務所にいたんで、わかんないですわ。この事件がどういうことがあったかっていうのは、報道見全く見てないんで、初めて見る部位だったんですね。うん。ね。うん、28で29年収監されて、中の人間に殺されるのか。 なんとも言えないあれですよね。うん。ねえ。そんなことが起こるんですね。はい、以上です。